はい、皆さんどうもこんばんにちは、サタンです。スターウォーズローグスクワドロン2パート4の実況を撮っていきたいと思います。今回もうですね、前回ホストの戦いやりましたね。これ意外にできたと思う。で、今回もうの方やっていきたいと思うので、とりあえずミッションブリーティングミッションフリーフィングを聞いていきたいと思います。はい、帝国の秘密施設の存在が惑星ケッセルの危険区域モーに確認された。ローグ中隊はこの帝国軍施設に奇襲攻撃を開始する。帝国の援軍が施設に到達する前に可能な限りのダメージを基地に与えて脱出することが今回の任務の目的だ。はい、ということでした。今回もなんか新しい機体使えそうですね。やっていきましょう。Y ウィングですね。プロトン爆弾。これあれですよね。最初パート1で、なんだっけ、なんとか準備よし、なんとか準備よしって言ってたら、後ろから飛んできたやつですよね。一応機体説明聞いておきます。 Y ウィングは反乱同盟軍の主力攻撃機の一つである。強力なシールドと装甲を持ち、多数の搭載兵装を装備でき、あらゆるミッションに対応することが可能である。ミサイル、魚雷、爆弾を搭載する Y ウィングは攻撃ミッションに欠かすことができない機体である。さらに Y ウィングが標準装備するイオンキャノンはターゲットを行動不能にすることが可能である。反乱同盟軍が使用する戦闘機のキャノンはコンピューター制御の自動発射機能を装備する。はい、ということですね。では Y ウィングの方に乗っていきたいと思います。ここがダメなんですよね、多分。これ A ウィングですよね。いつもの相棒は、相棒は乗れないと。はい、あれなんでしょうね、横たわってるけど。すごいですね、この置き方。反乱同盟軍で最高の攻撃力を有する強襲型戦闘機が B ウィングで、アクバー提督が自ら開発に関わった。レーザーキャノン1機、イオンキャノン3機、ブラスター2機、プロトン魚雷発射艦2門という多くの武器を搭載している。自動ジャイロ機能によるコックピットを備えることにより、飛行中に機体が回転してもパイロットは常に固定された状態を維持できる。はい、これ B なんですね。 B 無理ありますよね。 Y やら X やら、まあ理解できたと、 A とか理解できたとしても、これ B って理解できますね。私とか言って、これなんかジャイロ機能とか言ってましたよね。見えねえ、あれですよね、飛行場で遊んでる少年じゃなくて。で、Y ウィングの方で出ていきたいと思います。ちょ、噛むな俺、なんだろう、大丈夫、いける、いけてないんですけどね。はい、頑張ります。どうやらアステロイドの中には帝国の秘密基地がありそうだ。シールドプロジェクターを探せ。気をつけろ、君は招かれざる客だからな。ご心配なく、長居はしません。こんな岩だらけのところで何か見つかるんですかね。無駄口を聞くな、目をしっかり開けとくんだぞ。はい、ということで始まりました。岩がいっぱいありますね。とりあえず岩破壊できるの楽しいっすよ。この頃にできますか。ストレスの下に持ってこい。なんかあるか、加速、大して加速しないんですね。ワイビング加速クソやな。ロングリージャー、センサーに妙な反応が。帝国軍でしょうか。コックピット狭、敵戦闘機のパトロールを警戒しろ。了解、ローグリーダー、準備よし。何が、おっ、レーダー、赤い点々いっぱい増えました。敵はワンサ買いますね。
まあ、でも俺今回は敵を家にしたくないので、これ平和に穏便なタイプなんで、あれ壊せんのかな、あの空に浮いてるやつ。敵認識出ませんね。オブジェクトを調べてくるのやってますか。じゃあ味方に敵は全部任せて、俺はゆっくりあいつと倒れますから。1、2、3、4、5、6、7、分かってる。反乱のパイロットに次ぐ投降すれば借用しないでもないぞ。しないでもないのかよ、してくれよ。しないでもないのかよ。これ壊れるのかな、やってますか。あ、当たりポイントありますね。あ、壊れる壊れる。いや、これ楽しいかも。これにあれですよね、今借用しないわけではないぞとか言ったりするんですよね。やってるんですよね、多分。わかんないけど、ちょっと後ろのやつ見て、この機動性高いっすよマジで。はい、こいつ壊れるみたいなんで壊してみましょう。これ楽しいっすよね。これのどれかに、あの借用することはね、借用しないことはないぞって言ったりするんですよね。容赦なく潰していきたいと思います。なんて残酷な行為をしてるんだろう。何か予想してるかもしれない。中に掘るとかの手どうするんでしょうね。こいつ大量殺人ですよね。後ろのやつうざいっすね。ちょこちょこ当てるんですよ。この俺の完璧な回避術で避けてますけど。わーい。何らかのフォースフィールドがプロジェクターが互いにリンクしているようだ。フィールド、プロジェクターをいくつか潰せばシールドに裂け目を作れるな。敵多い敵。イオンキャノンに切り替えるか。戦闘機を狙うんだ。捕らえた。イオンキャノンってなーに。何か 4K なんて、これだって、これ何、お、なんか爆弾や、違うの。これか、ちょっと待って。お、B 長押しで、これ 4K なんじゃないですか。行ってみましょう。なんか 4K なんて感じしました。オンキャノン。痛い。チラリ。わー、読みますね、すいません。もうしないですか。これ壊して、多分これ寝させていけばいいですね。オンキャノン。あと1機。OK、痛い。僕なんで死んだのか説明、プリーズ。戦闘機を狙うんだ。了解。これ壊せ、これ壊し事あります、ね。多分、相当壊れます、ね。これしか壊れない。はい、じゃあこれもイオンキャノンでおねんねさせちゃいましょう。イオンキャノンってありますか、ね、ちょっと短いんですかね。ローグリーダーです。いや怖いよ。突破したか。はい、基地に向かっています。突破してないけど、もう俺帰ってるけどね。地表からの通信だ。ほう、誰かこの通信が聞こえたら応答して。はいはい。君は誰だ。私はカリーネス。カリーネス、捕虜のリーダーよ。ホスから連れてこられた仲間もいるわ。一部は脱出したけど、残りを解放するには助けがいる。よし、カリー、すごい攻撃的だな。どうすれば助けられる。監禁塔をガードしている砲台を叩いて、いいだろう。監視タワーを叩いてくれれば力になれる。仕方がない。ウエッジ、ターゲットの情報を送る。ローグ中隊、助けてくれ。早く監視タワーを破壊するのよ。これあれ、シューンってやったら当たるんですかね。これ、これで敵が押し寄せてくるぞ。シューン、我々を助けてくれ。外れ。いいよ、助けてあげるよ。今行くぜ、あんちゃん。ちょっとどこにいるのか教えてくれればね。あ、レーダーに合うのじゃないですね。この辺多分こうじゃないですね、このちょっとうざいやつ。でもこいつだけは許せないんで、なんかチュン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 地上からやりやがって、ほんとに調子乗ってんじゃねえよって話ですよね。痛い。ほんと痛い。やばいっすよマジで。これであの脱出動画考えてるバカよ。ほんとに頭おかしいっすよマジで。しかも全然当たらないところがほんとないっすよ。痛い。リペア。何リペアって。 R2 お前そんなことできるの。
ルツお前天才か。ついにお前あと1機やったな。進化したなお前。回復の順番覚えたな。よっ、じゃあちょっと待って、当たんない。これは当たらない。あ、近い。残りの捕虜を解放した。アンティリーズ隊員、来てくれて助かりましたよ。どうやって行け、どこ。あ、武器が必要なんだ。兵器貯蔵塔の監視タワーを破壊してほしい。いいだろう。ウェッジ、ターゲットの情報を送る。僕これをかけよう。おお、なんか当たりそう。この辺もしかして。じゃあこの辺厳しいよ。またこの辺ちょっと厳しいよ。これすごいとこについてるもん。なんでそのとこにつけたんだよみたいな。でもこれあれですね、あの地下を破壊しろ。なんていうの、決して容易ではない。そんな感じがしますね。そして敵機の音がする。すごい敵機の音がする。真下かい。旋回して戻って落とす。あと1機。どこにもう全部消えた。あ、いて、シュー、武器を手に入れたぞ。イエー、中継所を叩いて。急がないとスターデストロイヤーがパトロールから戻ってくるわ。もうなんか帰ってきてる気するんだけど、個人的にすごく痛いね、さっきから傷が。なんかいろいろいるんで、途中のもちょっと倒しのポイントになるかな。ちょっと味方に敵を。戦闘機を狙うんだ。了解、ドームリーダー。戦闘機をなんとか調べないと困るわ。うわ、熱そう。この辺また壊すんだよ多分。外し、大外れ。当たってんのかな。これ多くないか敵。いやマジで。厳しい。痛い。旋回性能は高いんですよ。全然壊れてないじゃん。もう一周します。敵戦闘機狙って決断の先に向かいます。痛いっつっての分かる。ほんと痛い。こんなに撃たれてよく耐えますね。ワイリングすごいよこの耐久力。痛い。ちょ今の俺死んだの俺のせい。むちゃくちゃ飛んでんじゃんデッキ。これ仕方しろってか。無理ありますよ。で何すればいいの。ミッション確認しますね。ホロによってマークされた建物を破壊しよう。ってことはあれですか、コンピューター見ればいいですかね。コンピューター、あ、これか。黄色でかで近い。これだこんな感じですかね。壊してくださいね。ちょっと敵危ない。これ2個ずつとりあえず落としてみましょうか。なんか爆弾の数が意外に少ないですね。あ、間違えた。敵戦闘機を狙うんだ。戦闘のやつをやります。本当に後ろでなくて集中できない。あ、1個で進めに行こうとしたら、あ、やっぱり3つ落とせばいいんですね。合計やっぱりってかみたいですね。これも1個かな。 OK、 あと1個はここか。あと1機。 OK、 どこだ。中継所は片付いた。ハンガーに近づけない。すごい曲がり方しますよ。グイーンって感じ。帝国軍を叩いて。グイーンってすごい、あのブルンブルンみたいな首振りが激しい感じです。これ以上スピード上がらないんですよね、飛行機のくせに。痛い。よいしょ。戦闘機を狙うんだ。了解、ドームリーダー。いい感じの敵戦闘機を狙います。着弾ポジションですね。着地ポジションっつったら飛行機落ちてますよ。うおー、出たすごいなここ。ちょっと待って、時間がない。やってる、まあ、割とね、まあ、クイックリーグモードやってる。マジで動画だったら早送りぐらい。
すごいなここ。ここしか欲しいの？お前どこまで行くんだよ。酔ったらすいません。酔わないように頑張ってますけど。どこまで行くのね。あ、なんかそこにもいるけど。よいしょ。怒りの天罰を。ここか？早く監視タワーを破壊するのよ。うるさいな、こっちで頑張ってんの。あと息、あと息だって、ちょっと待ってね。あと息どこ、あと息そこ。もう一息です。もう少し敵を抑えていてください。あんたね、あんたね、何言ってるか分かってんの。さらっとを狙うんだ。戦闘のやつをやります。ローグ中隊、助けてくれ。どこ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 、捕虜たちを守るんだ。捕虜どこ、捕虜、捕虜どこ、捕虜どこ、捕虜、捕虜、あ、ここ捕虜、助けてくれって。あんた敵いないでしょ。安全安全ん。あ、そうでもなかった、ごめんね。これ誰だった。これマークされた建物ないですもんね。安全じゃん、安全の塊だよ。本当に通過に成功しました。お、働きに感謝します。脱出しよう。ね、お、ミッション完了。ライガー将軍、ご苦労。ウィンチ、脱出して艦隊と合流せよ。俺強くないですか。ミッションコンプリートね。はい、罰合格、合格でクリア。メダル優先、もういいよそこ、慣れた、うん、はい、ということで、もう終了しました、うん、この辺頑張りましたね。アイゾンコリドース、もうほんとこれだけですね。ヤフィンの戦い最初にして一番難しかった今までで。レイザーランディブー、ランディブー、次回これですね、やっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また今度会いましょう。